もしもし、はい。相談なんですけど、なんか最近潔癖を越しちゃって、ほう。ネットで調べるいわゆる強迫性障害、はい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 。そういうのに当てはまるなって個人的に思ってしまっないて、ない、どういう状況なん、今、潔癖を超えたっていうのは。もともとなんかこれ触ったら嫌だなみたいな。例えば？公共のもの、例えば例え電ば車の手すりとか？なんかそういうのを触ったらちょっと嫌な気分になるなと思ってただけなんですけど、でも俺も嫌だけどね、普通に。つり革とか触るの汚なんいし。かそうですよね、なんかそれがもっとひどくなって、どうなったん、なん今度かは。接客業なんですけど、お客さんが触ったお札とか、お客さんになんか不意になんかちょっと手が触れちゃったとかのに対して、なんかうわどうしようとか思ったりとはあはか、あはあはあそはあ。のお手洗い、トイレ、自分が仕事してるのがそのお客さんと自分のそのスタッフ同士がお互いにお手洗いを使うみたいな感じなんですけど、同じスタッフとかだとそのなんか例えば平気っていう気持ちはあるんですけど、めっちゃ偏見なんですけど、その不安になって第三者の人だとなんかちょっと何かめっちゃ失礼なんですけど、そのなになに、く何どかい。なんだろう、なんかそのなんか病気持ってるんじゃないかとか、そのなんかめっちゃ調べたんですよ。どういうこと？その病気を持ってる人がトイレしてるかもしんないから、そこのトイレできないみたいな？なんかその個人的にそのトイレを使ってると、そのなんていうの、その性でも病そんなになるんじゃの、ないかみ俺もたいそうな。だけどね、便座拭くやつがないんだったらしたくないしね、俺もそこに座って。自分のその仕事してるところだと、その拭くのがなくて、本当トイレットペーパーだけで拭くみたいな。ああ、そうやったら俺嫌かも。だから自分で除菌シートもね、持参して拭けばいいんじゃねっていう。なんかそういうのすごい気にしちゃって、なんか、なんて言うんだろう、そのなんかこの拭き足りない、この何回か拭かないと満足できないみたいな。でもこの何回か、例えば2、3回拭いたら満足できるけど、何回か拭いたら満足できないとか、なんかそういうふうに思っちゃって、自分の中すごでいね。なんか、なんかその何回か拭かないと満足できない、なんかこれをしないと満足できないと思っちゃって、まあ、そ分からんの、でもない。つまり、そう思うから病気なんそじうゃないかっ思うてこと？と、いや、自分は病気なんじゃないかっていうより、その他人に対してそういう気持ちを持ってる自分に対してすごい嫌気がさしいてや、るんそでれすはでもよ。普通だと思うけどな、別に。でもそ全れ然で、いるでしょ。でいや、もその全然おると思うけど。他人に対してそう思う気持ちは別にいいと思うんですけど、それに対しすぎて、その自分がなんか、これをしなきゃ、例えば何回か拭かないと自分は満足できないと思うじゃないですか。それを行うことによって、その言い方が悪いんですだからけ別ど、にええやろ、それは。ダメなん、それは。なんか例えばそのめちゃめちゃ言い方悪くすると、これをしないとその病気をもらうかもしれないっていう不安がめちゃめちゃ多くて、でもそれって生きてる中でこの病気になるっていうのは分からないじゃないですか、その性病とかそのだからなんかいいこのとなんウじイゃルないスの、と。逆にそんな気を使ってね。でもそれが生きづらくて、嫌なんだ、自分の中では。毎日、例えばこれを触ると手を洗わなくちゃいけない、これをやると手を洗わなくちゃいけないっていうのが多くて、iPhone とか毎日洗ってんの、綺麗に。洗ってます。洗ってるし、なんならそれを洗わないようにするために、例えば新しいその除菌っていうか、その含まれてるその袋、ビニールドア袋ノブととかかもに毎日拭いてんの、除菌で。ドアノブとかも触らないように、自分の服とかを袖伸ばして触ったり、袖伸ばして、なんで泣いてんだ、おかしいだろ。でもさ、それで言ったらさ、空気自体汚いじゃないですか。それは気にしないわけじなんゃん。か空気はそれに対してそのマスクしたりとかしてるんですけど、いや、皮膚に当たるし、髪にも当たるよね。でもそれに対して例えばくしで髪の毛とかしたりするじゃないですか。自分女性なんで、で髪を溶かした時に、例えばなんかそのなんか不意に、例えば手すりとかに髪の毛が、髪とか頭が触れちゃったっていう時あるじゃないですか。
いやでも別にそういう話はしてんじゃないよ。だから空気とかも汚いし、自分が気づいてないだけでめちゃくちゃ体って汚くなってるわけですよ、生きてる時点で。であなたは目に見えるもので汚いものを判断してるわけじゃないですか。で例えばじゃあトイレの便座を3回拭くって今言ってたじゃないですか。3回拭かないと気が済まんみたいな。いやでそれをいやいやだからじゃないでしょ、はい、今話聞きなよ。その3回を2回に抑えることが自分の中でできないんだったら病気だと思います。例えばこれをやることによって自分はその例えばなんか今流行りの例えばなんかそのなんていうの HIV とかなんか梅毒みたいなにかかるかもしれないっていう不安っていうのを抱えながら生きるのって病気なんですか？違う、そういうことを言ってるんじゃない。僕が言ってるのは自分のなんかルールがあるんでしょ、はい、3回拭かないと気が済まんっていう。それを例えばじゃあ2回にするって決めてるにもかかわらず3回でしかできないんだったら病気だと思いますって言ってるんですよ、はい、なんだろう、なんか例えばありえないと思うんですけど、例えばめっちゃめちゃその言い方悪いんですけど、おしっこする、うん、はい、おしっこします、おしっこして、じゃあなんか跳ねます、その跳ねたそのしぶきで水分になるとか、なんかそういうのをネットで調べたらなんかあるかもしれないし、ないかもしれない。だからその話で言うなら君って外に出れないんですよ。なんでかっていうと交通事故になる可能性があり、いやだからそれはあなたの思考がだから偏ってるだけなんですよ。例えば今の話で言うなら、例えばで言う、いや、じゃあ話聞けって、今の話で言うなら、そのションベンの飛沫が飛んで性病になるっていう可能性の話をしてるわけじゃないですか。だったら、外に出て交通事故に遭う可能性だってあるわけじゃないですか。だから、外に出れなくなるんですよ、あなたの話が、それが本当なら。事故にあってなんか例えば体が悪くなったりとかそういうのは別になんか例えば事故にあったとか、だから同じ話をしてるわけ。でも外に出れてるでしょ。体が不自由になったっていうより性病になった方が不安じゃないですか。何を言ってんの。だからその飛沫で性病になるっていうもしも話をするんだったら外に出て交通事故に遭う可能性だってあるわけでしょ。じゃあ交通事故に遭うよりもあなたは性病になる方が嫌だってこと。私は交通事故に例えば体が不自由になるより性病になる方が嫌です、うん、なるほどね。じゃあ接客業で性病にかかってる人が、はい、ね、その話してる時に飛沫が飛ぶ可能性だってあるわけじゃないですか。てかな、そうなると接客業できませんよね。人と喋れなくなるじゃないですか。え、だってその時に例えばその例えば話してる相手が梅毒だったとするじゃないですか、うん、でもその梅毒だっていうのは個人的には分からないじゃないですか、見た目的によると。じゃあもうおめえの話全部分からないで終わりじゃねえかよ。でも違うんです、あのトイレしてる最中にこの人は、うん、そのトイレした最中にこの人は梅毒かもしれないってかかんねえじゃん。でもその話しただけじゃその梅毒になるとかそういうのないじゃないですか。いやいやその前にトイレした人が分かんないでしょ、性病かどうか。例えば血液とかあるじゃないですか。いやだから分かんないじゃん、前にトイレしただけでしょその人。10% でトイレあの梅毒になる可能性があるみたいなのあったんですよ。だからその人がさ性病持ってるかどうか分からないんだから同じでしょって。え、でも怖くないですか、これこれさん的には。だからそれで言うとだから外に出てね交通事故に遭う可能性があるから怖くないですかって聞いてたと同じなんだって俺からすると。え、じゃあ電車乗ってる、電車乗ってる普段。電車乗ってます。電車だってね、その事故でなんかあるかもしれないじゃん、それから変なやつにね刺されるかもしんないじゃん。そういうこといちいち考えてんのかって話。個人的にはそれが治るか治らないかの問題なんですよ。そういうことを考えてるのって。うん、考えてます。考えてるけど電車には乗るし外にも出てるって乗ってます。そのでも便座の時みたいに3回拭くみたいなのはしてないんだ。お腹の中にジャンプ仕込んでるみたいなそんなのしてないの。お腹の中に少年ジャンプなくて含みませんよね。だから外とかあの電車の中で、はい、はい、最悪なケースが起きる場合があるけどそれに対する対策はしてないんだ。それは事故だからしょうがないけど、そのなんていうの、その外的なことより内的なことを不安に思ってるんです。だから性病、性病系なんだね君はね。ネットで言うと強迫性障害みたいなのが診断で出るんですよ。だからさっき言った通り自分のルールが変えれないんだったら病気だと思いますよ普通に。強迫性障害のことを病気だと思うんですか。え、強迫性障害は病気ですよ。何なの逆に。え、その強迫性障害に対し
のことに対してなんかそういうのってなんかどうにか ならないのかなみたいな、なんかそういう不安があるけどどうすればいいのかなっていう。それはお医者さんに行って薬を処方してもらうしかないんじゃないの。じゃあこれこれさんが例えばそのなんていうの、その電車に対してつり革に触りたくないっていうのも強迫性障害ってことですか。いや違うと思う。でもそういうのって似たようなものなんじゃないですか。なんで。だってこれこれさんが、じゃあ今日なんで触りたくないんですか。汚いから。だからそれって強迫性障害じゃないですか。なんで。なんでって汚いから触りたくない。汚いって思ったら強迫性障害ではないでしょ。じゃあ強迫性障害 の一部の中にはその汚いから触りたくないというのはあると思うんですけど、おそらく強迫性障害の認識が違くて、あの日常生活に支障が出るレベルのことを言うんだよね。で俺がつり革汚いっていうのを思っても別に日常生活で支障は来たらないわけよ。わかる。いや別に自分が強迫性障害とかそういうのに対してそのいやいや別にじゃなくて話取らさないでね。だから今あなたは汚いと、俺がつり革を汚いと思ったら強迫性障害じゃないんですかって聞いてきたでしょ。でも俺はつり革を汚いと思っても日常に支障が来たらないの、だから強迫性障害じゃないって言ってるの。触らない乗らないみたいな感じなんですか。いや別に汚いと思ってるけどどうしても触らなきゃいけない状況だったら触るしね、うん、いや自分もその例えば公共の場のトイレを使わなくちゃいけないっていう状態になったら別にあのなんて言うんだろう、その使いますよ、使うんですけど、その不安感をどうすればいいのかなっていう。だからそのもう答え言ってるんだよね。だから便座を3回拭くっていう自分のルールがあるでしょ。だからそれを2回とか1回に抑えられないんだったら病気でしょって言ってんの。なんで病気なんですか。抑えられないからです。だって自分の中で3回も拭くのがおかしいと思ってるんでしょ。でもそれを変えることができないんだったら病気じゃん。ああ。そういうことです。それをずっと言ってたんだけどね、さっきから頭が悪いんですか。いや別に頭は悪くないんですけど、言い方が悪いみたいな。頭が悪いんで、読解力もないし、説明能力もないし、くどいしで終わってるよ。病院行け。なんか病院行け。対してあなたにいいから病院行け。病院行け。なんかそういうふうに自分が言い方みたいな感じの言い方。いやいや今あなたなるほどって言って、俺のねあの論理あの普通に納得してたわけなんだから言い返してもしょうがないでしょ。偉そうな態度取って納得してたんだから。偉そうな態度を最初に取ったのはちなみにあなたね。いや別に取ってないですよ。ただそれにどうしたらいいのかな。ああまあじゃあそれは分かった分かった。第三者に聞けばいいから。ああはいはいはいみたいな、なんかそういう言い方。まあだから第三者に聞けばいいからね。俺ら二人で言ってもしょうがないから。なんかそこにどうなのかなと思って質問しただけなんですけど、うん、なんかまあでも納得したんだったらもうええか。病気なんじゃないですかみたいななんか言って。だから納得したよね、うん、でもね今ね。なんかなみたいな。うん納得したんだったらもういいんじゃない話的に。うんなんかうんそうですね。そうなのかなと思っただけなんで、どうなのかなってその第三者の意見も聞いたくてなんか聞いたわけです、はい、まあ納得されたみたいなんで、はい、じゃあはいありがとうございます、はい、どうもです。なんか第三者の意見を、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうもです、はい、お手数をおかけいたしました。病気ですね普通に。病気です。普通にただ強迫性障害かどうかしら。こいつ俺の声がさガラガラなのいいことにバーバー言いやがってさ本当に俺もさもっと言い返したかったけど喉痛いや